はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボーズ代表の西とサーティーキャーズ代表の西垣です。はい、お願いします。今日も順調にね、伺っていきましょうか。はい、お願いします。なんかね、先日翔太くんなんかセミナーを受けてきたと。あ、そうですね、まあ、セミナーっていうかなんかね、講演会なんですか、よくわかんないですけど。そうですね、はい、はい、そうなんです、そうなんです。今日、先週の日曜日ですかね、はい、3月の中頃なんですけど、うん、はい、に、僕もう一個ね、あの契約トレーナーとして契約させてもらってる、うん、インプルム京都、はい、うん、というジムで、鈴木武さんですね、R ボディ、R ボディ株式会社、R ボディの代表の鈴木武さんに、まあ、講演会、セミナーを、していただいてですね、それに参加させていただいて、もうね、なんか、まあ、ちょっとこう僕の中で、また大きなターニングポイントになりそうなセミナーになりましたね。はい、じゃあ、まあ、そもそもじゃあ鈴木武さん知らない人もたまにいるかもしれないんで、あ、そうですね、まあ、解説ちょっとお願いします。そうですね、鈴木武さんはもともとは、ATC、うん、海外の、アスレティックトレーナーの資格を取られて、そうですね、はい、でまあ、有名どころでいうと北島康介さんとか、うん、上村愛子さんとか、そうですね、で本当にトップアスリートを、そうそうそう、トレーニング指導されてた方で、うん、でかつ、今 R ボディっていうね、東京で、うん、パーソナルトレーニングジム、コンディショニングジム、これも本当走りですよね。走りですね、もう何年前になるか、十何年前だと思うんですけど、はい、当時全然なかった時に、もうかなりの規模の、うん、そうですね、はい、大きい規模の、ジムを経営されててですね。そう、僕も一回見学行ったんですよ、実は。そうなんですか。実は鈴木さんです、たけしさんに会ってるんですよね。えちゃんと名刺交換しました。あ、そうっすか。はい、そうそうそう。へえ、なんかあんまちょっとそこのつながり知らなかったですね。まあいろいろ言ってますからね。へえ、うん。まあそういう気があるんで。いや、すごいジムですよね、うん、そうそうそう、あれもね。そうで、今や社員さんが30人。そうですね、大きいですよね。はい、で、契約トレーナーの方も30人。うん、60人余り の、 あのトレーナーさんが働く。トレーナー業界で本当これでかいですから、本当ね。すごいジムですよね。うん、ね、そうなんです。で、東京オリンピックの、うん、トレーナーの統括をされたそうで、うん、まあ、あのコンディショニングルームですかね、うん、あのアスリートたちが使う、うん、自分の、まあ、なんていうんですかね、プロジェクトも立ち上げからずっと関わられてと、いうことで、オリンピックの医科学スタッフなんでしょうかね。そうですね、もう全体の、まあ、日本チームだけじゃなくて、うん、今回は東京オリンピックだったので、うん、もうその海外のチームもね、そうですね、の全体のが来てくれる、はい、そう、もう全選手のアスリート、ね、アスリートコンディションに乗っていうのは、そうですね、すごいですね。そのために、まあ、どうやってジムを作っていくかとか、うん、どうやってメニューを提供するかみたいなことを一から考えたそうで、うん、もうまあ言えばもう本当、ね、あの日本のアスレティックトレーナー業界のもう本当にトップに立つような人かなと思っててですね、うんうん、そうなんです。で、まあ、僕も過去ですね、本当なんだかんだ6回7回ぐらいですね、セミナーを受けさせてもらってて、うん、もう大ファンなんです。うん、ああ、こんな人になりたいな、シンプルにファンですね。そうですね、もうファンですね。まあ、わかりますよ、確かにね。はい、もう本当憧れの、あ、うん、こんな人になりたいなって思えた人で、まあ、ずっと20代の時から、ね、あの影響を受けてた人なんですけど、今回は、タイトルがですね、日本のトレーナーの、うん、新時代の日本か、うん、新時代の日本、トレーナーの未来と可能性とか、かっこいいですね、歌の題名みたいですね。かっこいいですね、歌ってそうですね、しゃれてますよ ね、 ね。あ、これインプルーフの多分、うん、岡さんの、まあ、そうですね、はい、センスです、はいはい、おしゃれなんですよ、一日、まあね、おしゃれですよね、はい、っていうね、まあ、何かというとその、うん、ね、まあ、本当ここの2、3年でトレーナー業界もかなりこう変革の期を、うん、迎えてです ね、 ですね、コロナ禍もありましたし、うん、トレーナーっていう仕事自体がかなり多岐にわたって、ね、いろんなトレーナーが出てきた中で、うん、今トレーナーってどういったところに、力を注げるのとか、うん、将来こんな風な可能性があるんじゃないのみたいなことを、うん、R ボディの、活動とともに、うん、紹介してくださったんですけど、R ボディすごいっす。まあまあ、もちろんね、もうすごいです、うん、あのすごいのは分かってたんですけど、うん、すごいって思ってたのは、うん、プレイヤーとしてですね、うん、あ、運動指導めっちゃすごいなって、うん、メニューの豊富さとかももちろんですし、うん、指導の仕方とかね、うん、あのそういうセミナー、運動指導のセミナーとかっていうのも数多く受けてきたんですけど、うん、そうですね、はい、でも今回そこじゃなくて仕事の仕方がすげえなって、うんうん、なるほど、はい、まあ、例えば海外に、海外の病院に、うん、R ボディのコンディショニングをこう導入しに、うん、まあ、整形外科とかに、うん、あの膝痛い人に膝の治療だけするんじゃなくて、うん、全身のコンディションを整えてあげましょうよ、うん、みたいなことを、まあ、中国の病院にやりに行ったりとか、うん、そう、その他
こう海外にね、うん、アルボリをこう輸出していくっていうような印象でしたね。なるほどね。ああこんなことできるんだっていうのと、うん、あとは地方自治体の方と手をタッグを組んでですね、うん、まあ、地方自治体のこの、うん、まあ保険料を下げる、うん、まあ、あの医療費を下げたりとか、うん、っていうような活動で、まあ、運動指導されたりとかして、うん、まあ、そういうちょっと、まあ、あの対お客さんのお仕事じゃなくて、うん、対自治体とか、うん、対、ね、企業とかっていう仕事が、うん、まあ、すごいグローバルになって、そうですね、うん、あすげえなって、うん、あこんな可能性があるんだっていうふうに思わされたような内容を教えていただいてですね、うん、まあ、僕もねこのサーティケアズの代表にならせてもらって、うん、まあ、もうあのいろんな、ね、あのお客さんを見させてもらってるんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくてより多くの人にこう健康というのを、ね、こう享受してもらいたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、あそれってパーソナルトレーニング指導だけじゃないんだっていうのにちょっとハッと気づかされて、うん、まあ、こう広い視野で自分のできることっていうのをちょっと可能性に気づかされたっていうのが、うん、はい、すごいいい時間でしたね。なるほどね。はい、いやでもね、成長だいぶ成長だけどこの1回にしましたね。いやそうっすね、そうっすね。経営者としてちょっと理解深まったかなと思うんですけどね、うんうん、そうっすね、うん、やっぱり本当大事なことなんですよね、うんうん、でももちろん鈴木武さんのねやってることって僕らは、まあ、僕も経営者として分かりますけどもイメージめちゃめちゃ分かるんですよね、うんうんうん、まあ、展開の仕方ってやつですね。そうっすね。いよいよ、ね、でトレーナーっていう子からスタートしていく、ね、はいはい、スタートしていって、でそこからチームになって、うん、で会社になって、うん、で組織になっていくみたいな感じで、うん、だんだんでかくなっていくと、いや、そうですね、でそれに伴って仕事の規模も大きくなっていきますよっていうのはなっていくわけですよね、うんうん、そうですね、うん、だそこのステップアップをちゃんとイメージできるかってすごく大事なんですよね、うん、そうそうそう、これみんなできてないんですよ意外と、うんうん、みんな子で考えちゃう、まず、うん、子だけで終わってちょっとチーム作って終わりみたいになっちゃう、はいはいはい、っていうのはまあ大体のねトレーナーさんのまあなんつうかね、まあイメージしやすいところなのかなと思うんですけども、そうですね、まあパーソナルトレーニングね何人できんねんとかね、月間何本できんねんっていうのがまあもちろんファーストステップではあるんだけど、まあね、でチームどんだけ見てるかとかね、グループ何十人見てますとかっていうぐらいで終わっちゃってるんですね、感じなんですけどね。そうですよね。だからそこのねこうビジネス的なセンスとかっていうのにまた触れられて、まあ、トレーナーとしてすごい人はもちろんなんですけど、あやっぱ経営者やなっていうのが ね、うん、すごい感じられてすごい嬉しい時間でしたね。はい、まあ、だから、まあ、経営者の思想も大事なんですけども、もちろんトレーナーとしての思考をちょっと変換させたら経営者になれるんですよね、はい、そこに、うん、まあ、将来もそうですけど気が付いていけるかなっていう課題だと思うんですよね。そうですね、そうですね、まあ、トレーナーってもちろん職人気質があって職人っぽい夢で働きとか考えたりしがちなんですけども、けどやってることとお客さんを包括的に見てるわけでしょ、はいはい、1人のお客さんがいますと、うん、で評価が始まっていくと、評価で全体像と細かいところを見ていくじゃないですか、うんうん、で分析していきますと、うんうんうん、で分析した上で結果で、じゃあどれぐらいのことをやっていきましょうというような提案をしていくと、うんうん、提案していく中で今度は実践していくと、実践していって今度は再評価していく、うんうん、で検証していくとかっていうこと、まあ、いわゆる PDC へ回してるわけですけども、はいはいはい、これは一人にやってもそうですけども、大きく仕事した時も同じです。この構造っていうのはね。僕もね、自分の経営の時にまず自分の中で今ある例えば財政状況とか評価する。あと人材の、人材の配置とか評価していく。うんうん、っていうことは、あと業界の立ち位置とかを評価していくとかっていうのをしていって。うんうん、そこからで、まあ、分析していった中でどういう国の戦略立ててこうってことを考えていくと、うんうん、で実際経営してる、実際経営も出資していって経営してみる実践ですよね、うんうん、で実際やってみてどうなったか走りながらで毎回ミーティングしていって検証していくと、うんうん、また悪いとこあったらそこを検証し直してまた再評価していって改善していって進んでいこうと、うん、同じなんですけど、同じですね、それの規模がちっちゃいか大きいかだけの話ですよね。そうですね、うん、そうですね、まあその先のステップをイメージしてまた PDC 回していくっていうのがね、うん、あのできればいいんですけど、その先のステップ知らんかったら、うん、あそんな働き方できるんだとか、そう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 、あそういう仕事があるんだっていうことをまず知らないとなかなかそこに向かっていけなかったので、うんうん、なるほどと、うん、あまあ、今の規模感ではちょっと難しいかもしれないですけど、うん、将来やりたいなって思えたので、うん、それはぜひいつか形にしたいなと思いますね。いや本当僕はそこ翔太君になってほしいと思ってるんですよね、うんうんうん、このケアーズグループをどんどんでかくしてほしいっていうのは翔太君にお任せと思ってますし、はい、まあ、実際ね、あの痛み改善というのは前も言ったと思うんですけど、まあ、一般の人もありますけども、アスリートだといっぱいいたい人いるわけですから ね、はい、そっちも分野入っていけるんですよ、うんうんうん、この技術で調達システムが出来上がってくれば、うん、それを輸出することもできるんですよ、はいはいはい、だから 今大事なんですよ ね、 そうですね、今しっかり実践していってしっかりデータを集めておくこと、うんうん、これめちゃめちゃ大事です、うん、せっかくジムがあるんだ、あるんで ね、 でいろいろできるじゃないですか。そうですね、規制も一切ないんですよ、うんうん、スポーツクラブだといろんな規制があったりとかね、うんうん、個人のお客さんなんでとかってダメになっちゃうんですけど、うんうん、今自分のジムなんですから ね、 そうですね、ここをやらなくてサボっちゃうとダメ、うんうん、ここはしっかりやりましょうと、そうですね、
僕最近上げてる人毎日あの深夜2時まで研究してますよ、うんうんうん、僕もいまだに研究しますよ、うんうん、リメイクのトイングに関してね、いやそうっすね、いろいろ文献書とかいろいろ本読んだりとかして、で実際やってみてもね、うん、そうですし、で実際選手が今いるんで選手に還元していくとかしてるし、うんうん、だからやってることは一緒なんですよ結局は、うんうん、やっぱこれをね、まあ、やり続けないといけないなっていうのに気づけましたし、うんうん、であとは2つもう1個僕のちょっとこれからの人生を大きく変えるんじゃないかって思うぐらい大事なことを聞けてですね、1つは、トレーナーのステップアップについてレベルアップについてなんですけど、専門的な能力と伝える力とあとはビジネス的な力、この3つをバランスよくいこうぜと、やっぱり多いのは専門的な知識、まあこれはね、知識技術ここがボーンと突き抜けてるけど、こっちがいまいちレベルアップしない人、うんうん、これはやっぱりうまくいかないんだよ、そうですね、いち早くこの3つがある程度のレベルになるっていうところが、うんまあ、仕事をつかんで食っていくトレーナーになるためにすごい大事なんだよっていうお話だったんですけど、うん、あれちょっと待てよと、うん、これ俺なんか自分で言ってたぞいやめっちゃ言ってますけどね、そうなんですよ、僕あの実はトレスタっていうセミナーでですね、専門力、人間力、ビジネス力、はい、この3つが大事ですよ、うん、みたいなセミナーをやってたんです、ね、で本当それは峯木先生から教えてもらった教えで、うん、あのすごい大事だなと思ったんですけど、うん、それをね人から聞いて、うん、あって思ったんですよ、うん、自分どうかなって、うん、今どっちに向かっていってるかなって思った時に、うん、ちょっとねまた専門的な知識に偏っていってたんですよ、ね、うん、そうですね、これはちょっと違うぞって、うん、今自分に足りてないとこなんやって思った時に、うん、やっぱこっちもっと鍛えなあかんなっていうのに気づかされたっていうのが ね、なんか改めてなんか自分の言葉がブーメランに返ってきたというかはい、はい、そんな感じがしてなんかちょっと頭と叩かれたぐらいの ね、 あそうですね、衝撃だったのが一つと、うん、やっと気づきましたね、やっと気づきましたね、あ、まあまあ、また改めてっていう感じですかね、うんうん、でもう一個はですね、うん、結構お昼ご飯中とかにね、うん、あの質問をたくさんさせてもらえて、うん、あの実は今ちょっとジムを、経営してて、うん、こんなんでいろいろ悩んでるんですけど、うん、こう決断で悩んだ時どういうふうにして決断されてますかみたいなことを言ってるんですけど、うん、もう好き嫌いで決めた方がいいよと、うん、もうこれが面白そうか、うん、これが好き か、うん、だからこれ好きやろう、うん、これ嫌いやらない、これがいいっていうすごいシンプルな答えをもらったんですけど、これもですねはっと思ったんですよね、僕今やっぱりジムね経営して1年で分かんないこと多すぎて、やっぱ何が正しいかで考えたんですよね、えこれって正しいんかな、例えば SNS の投稿一つにしてもこれって合ってんのかな、周りの経営者どんな感じでやってんかなって、これ間違ってんかなって思ったんですけど、違うんだと、うん、好きなんだと、うん、俺はこのやり方が好きだからこれでやるんだと、うん、でそれに賛同してくれる人がいっぱい集まってくれるようなジム目指すんだっていう思いで始めたはずなんですよ、うん、僕は、うん、そうですね、ちょっとそこから離れてたなって、うん、これもまた何してんねんって、うん、自分はもう大好きなこの、ね、うん、あの痛み改善予防、うん、っていうところをもっと広めたくてやってんじゃないの、うん、っていうのをちょっとね忘れてたというか、うん、というのでまたねちょっと、まあ、もう一回初心に戻ってちゃんと自分の大好きっていう気持ちをちょっと大切にしたいなと思いましたね、はい、いやーやっと気づきましたね、いやーこれは僕ずっと我慢してたんですよ、言いたくて言いたくてね、翔太いつ気づくんかなと思ってね、だから僕去年ぐらいからそれ感じたんですよね、ちょっと翔太曲がってきたなと思ってね、いやーこれなーなんかねそうそう、うまくやろうとしてましたね、そうですね、はい、それがちょっとダメやったなってすっごい気づけました、はい、まあけどね、まあ、今だから言いますけども、まあ、本当僕は去年ぐらいから感じたんでしょう、はいはいはい、ちょっとうーんって感じてたからってで、まあ、まあいつも見てたんですけども、はい、けどやっぱり今言ったにまずね一番最初に翔太がじゃあやりたいってことになった時に、うん、やっぱね今言ったようにまず痛み改善、うんね、痛み予防、うん、これ僕やりたいですってずっと言ってましたよね、はいはい、じゃあ分かったと、じゃあそういったジムを作ろうと思ってスタートしたのがプロジェクト一発目のね、うん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 、スタートだと。でこれやっぱ好きじゃないですか、めっちゃ好きなんですよ、そうなんですよ、 原点ここなんですよ、好きなんですよ、はいはい、今言った話じゃないですけど、ね、うんうん、そこから作っていった施設が今の自由になってったというのがあって、はい、まあ、だからねその好きっていう気持ちがだんだん忘れていっちゃうんですよね、いやそうですね、うん、そうですね、見失い始めてしまうとあの樹海に入って迷ってしまうみたいな感じになってしまうと、そうなんですよね、まあまあなんかお客さんの喜ぶことはすっごい大事なんだけど、うん、そう、自分がお客さんだったら何が嬉しいかなって考えた方がいいよって言ってもらって、うんうん、
お客さんがこう言ってるからあのお客さんがこれを求めてるからで全部やってると、うん、何の軸もないし、うん、あの自分が好きじゃないことでも頑張らないといけない、そうですね、じゃなくて自分がお客さんやったらこんなサービスあったらいいよねって、うん、それで物事を判断しなさいっていう話を聞いて、そうやんと、もう俺がやりたいことやらなあかんやんっていうのに、ね、気づかされましたね。うん、シンプルやけど本質はそれなんですよ本当に。そうそこを考えていかないとやっぱりブレ始めとかね、はいはい、なってきてしまうんで、うんうん、だって僕も未だに筋トレ好きなんですよ。いやそうっすよね、結局そうっすよね、ボディメイク好きなんですよ、うんうん、ね、筋肉つけたいんですよ今でもね、うんうん、もう体ボロボロでしんどいんですけどね、うんうん、やっぱり楽しいんですよね。そうっすよね、だから峯岸先生がツールとか買うじゃないですか、うん、ぶっちゃけいらんやんって思ってる確かにね横から見てると、だけど好きやから買ってんすよ、ね、そうでその好きに賛同するお客さんがいるから そうですね、それがサービスになるなと思って、なんか発信がお客さんはすごいなんかね、うん、お客さんファーストとかそれはもちろん大事なんだけど、やっぱ発信はこっちじゃないとって、そうですね、ちょっと感じましたね、はい、だから僕に最近選手が集まってくる理由はそこなんですよね、うんうんうん、本当僕の考えてるとかやってることに賛同してくれてで集まってきてくれると、うん、で最近の結果も出てきたんで火がついてきたので集まってきたと。僕は長年ずっとやってきたんですけども、本当自分の理論に自信めちゃめちゃありますからね。いやそうですよね、勝たせる体を作れるってもう自信ができてきたん で、うんうんうん、でそれをずっと追求していって、うん、でもちろんまだ上を目指していくために、うん、最近もラットプルダウン の、 あの棒を、ね、テーピングに巻いたりとか、本当お手製のやつを改造したりとかね、なっとるわけないですよこんなことをね。そうっすね、でこれだとかめっちゃ嬉しいコーナー、うん、コーナーもうちょっとこれ 2,3 日に足りないコーナーにまだ走っていって、まだ服変えたり、今日も服変えたんですけどね、服変えてちょ、あこれぴったしくるわとかってこれやってるわけですよ、はい、うんうん、でこういうことなんですけど、ちっちゃいことなんですけど、こういうことを僕はコツコツコツやってると、そうですね、いうのがだから楽しいんですよやっぱね、はいはいはい、もうワクワクでコーナーに行きますからね、いいっすね、こんなこれ当たってもないかなみたいなね、うん、そうそう、そこを忘れずにやってほしいなと思うんですけど、ね、そうそう、ね、きっとそのね、なんか楽しそうな熱量って絶対お客さんにも伝わるんですよ、ね、そうなんか何言ってるか分からんけど、すごい楽しそうやし、なんか縁がなみたいな、お客さんもニコニコしていますよ、峯岸さんまた私作りましたね、そうそう、ニコニコニコみたいな、これ美味しいっすよってね、業界用で美味しいって言うんですけど、美味しい、美味しいんですよこのマシン、この器具美味しいっすやってますで、美味しいっすねみたいなね、できるだけで笑い合うと、たまらん楽しい仕事ですよね、だからこの仕事好きなんですよね、いやそうそうそう、そこを考えてほしい、もう一回ちょっとね振り返って、まあ1年経つんでもう一回振り返ってみて、はい、店作りするやってほしいなと、承諾、うん、の場合は本当に痛みが取れてみんなで笑顔になってもらう、ね、いやそうですね、そこなんで原点はで、痛くならない体を作っていくっていうね、うんうん、これで笑ってほしいんですよね、そうですね、やっぱ僕はもう本当にこう西垣さんのおかげでもう痛みなくなったって、うん、もう西垣さんに見てくれてるから、うん、あ安心して生活できてるわって、うん、てこうね、またにまさに痛みの改善と予防ができてる瞬間がたまらん好きなんで、うん、あそれやぞと、うん、それをいっぱい作ろうこの施設でっていうふうに思えたん で、 うん、そうですね、はい、またなんかちょっと頑張れそうやなって、うん、そうですね、でこの大事な気持ちをずっと忘れずに仕事していきたいなって思えた素晴らしいセミナーでしたね、はい、まあ、本当にいいセミナーでしたね、はい、本当に、うん、そう本当に良かった、まあ、本当にねインプルブ京都 の、うん、あの主催セミナーでね、うん、ありがたいことに僕も契約トレーナーとして参加させていただいたんですけど、うん、実はもう鈴木武さんなかなか講演会も呼べない、うん、はい、方なんですけど、うん、本当に岡さんのね計らいで、うん、あの鈴木さんの話聞けることになったので、うん、またねちょっと本当にあのいいきっかけになったんで、うん、まあ、しっかり、まあ、あのサーティキアーズもそうですけど、うん、インプルブ京都にも恩返しできるように頑張れたらなと思ってます ね、うん、そうそうね、受けた恩は2倍返し、はいね、ちゃんと成長してちゃんと恩返しすると、はい、どれが待ってほしいですけどね、はい、うん、頑張ります、先輩、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでましょう、はい、はい、ありがとうございます、本日もありがとうございました、この動画が良かったらいいね、チャンネル登録、そしてコメントもお願いいたします、はい、では次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。